皆さんこんにちは、井上和子です。今日はですね、泉佐野にあります犬鳴館に来ました。今からお参りに行きたいと思います。毎月27日と28日ぐらいにお参りに大体行きます。では行ってきます。半分ぐらい曲がってきたんですけれども、まずここで、先月いただいたお札をお返ししたいと思います。で、こちらにあるのは身代わり不動です。映ってますか？ではお参りに行きたいと思います。見てください。何が大きいの？身代わりの方なんですけども、こっちの前、ここで、こういう感じの流れを、ご覧になってます。ここは本堂の方に行きたいと思います。これから本堂の方に行くんですけども、見てください。結構高い。
の議案者井上和子の50歳商売願上新願上授与礼案が、お参りの日の時に終わりました。本来でしたら席の方とかもあるんですけども、今回コロナの関係で撮影することができなかったので、またお見せすることができたらなと思います。また来週よろしくお願いします。